こんばんは。これ赤青の BGM ですね。一応空の探検隊でもリメイクとかされてると思うんですけど、PP マックス、なにわのジョイジョイマックス、うわすっげー品揃えいい。でも何もできねえ、眠ることしかできない。フミニスコ一応確認だけする。泥棒復活の種欲しい。洗濯持ってるんだけどね。あしらい、キーの鉢巻き、スタミナリボン、ちょっと泥棒して無理だなこの距離、逃れられない、うん、どうこんばんは。道具が足りねえわ、うん、隠れを遠距離技もこの時代でも影打ちなくない？不意打ちもなんか遠距離技ある。隠れ音ってこれあしらいですわ。泥棒できんじってかもうなんかよくね、泥棒してももうどうせ死ぬし、うん、俺にわかるもん。いやそれだったらさ、なんかあしらいで逃げれそうな気しない？うん、もう逃げれる気がするよ。ついでに復活の種もさ使えるようにしといて。あもう泥棒することが確定したわ今ので。今ので泥棒することが確定しました。この初代の針とか岩のあのコマンドのあれのあれがすごいあれなんだよ。その一番上に打つっていうコマンドがあるから打っちゃうんですよね、ボタン連打してると。うん、これあしらいでいけんじゃねえの。どういうルートで行こう。あ、再結構線あるわ。とりあえずあれ洗濯玉拾ったのって前回の俺ですか。行くわ、行きまーす。どうなるだろう、そこに出るのやめろ。12500。いやこれいけるわ。再起光線打たれなければ俺のもんだから来いよ。おいドゥドゥル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 、おお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 おいける、いけるぞこれは。いや関係ねえ、どうせ全部足らうから。死ね、足らいで死ぬがいい。よし、隠れを倒した。おい一回1レベルのコイルで隠れを倒したぞおい。これだからやめられねえな、ポケ玉な。面白くなってきた。後ろから P が来てくれてることによって。いや、これもう負ける気がしねえ。誰にも。おい！いや、一撃玉で俺は殺せると思うよ。俺はね、倒すよ。このくらいできなきゃ突破できない。よし。で、後ろから P が来てくれてるおかげで、隠れ音が来るの、早い。でも止めれる。ああ。そういう感じじゃん。いやもうそうなったらちょっとどうしようもねえな。あいやもうあしらいで死んでくれること祈るしかねえよな。もう俺が攻撃しても意味ねえしな。いやでも死んでくれ頼む。ああ273。大丈夫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 。てか再起光線持ってねえぞこの隠れを。いやこれちょっと泥棒できるわ、できる、おいできる。もう一度言うぞ、これは泥棒できる。針打っても意味でした。いやもう死ぬの待とう、多分死んでくれ。おいおい。いやちょっと助けた、いやもうこれいけるから。いやこいつら遠距離技持ってねえもんだって、うん、完全に俺の勝ちだね。ただちょっとどうしよう、お腹とかもうちょっと減っちゃうんだよね。まあいいや、うん、どこに使っても意味ねえな、それ分かってるけど。なんか何もやることねえのあれだな。いやちょっとあしらいスタッフさまさまだなこれは。1でもダメージ与えとくか。恐ろすぎるお前、本当に恐ろすぎるぜ。しゃあ、補充された。いけるよ。え、そっち出口ないの？ちょ待て、許せ俺を。あうわあうわあ、おいお前ら本当にお出迎えが過ぎるぞ。去れ俺の元から。おい地獄忘れねえじゃねえかよ。あはははおすげえ。お前コンビニのさ、あのドリンクコーナーみたいな、コンビニのドリンクコーナーみてえによ、裏手から隠れ音が補充されるんだけど。おい、これ身代わり邪魔だな。
ちゃうな攻撃は。ここはセブンイレブンですか、隠れ音のね。ちょっとあ、受け流した攻撃が他に行くから、ちょっともうお腹がないんだよ。避けてくれ頼む、いつか死ぬの、もう次で死ぬよこいつは。どけろ、よし、うー。面白い、やっぱり。でもね、レベル上がってないからマダツボミに一撃で殺される可能性あるんだよね。これがや、ポケダンってやつだ。結局のところな。いやー、スタミナリボン装備してえなこれ。いやー、でもこれ足台装備してねえとさ、マダツボミとか一撃で殺されちまうんだよな。抜けれます。ちょっと今日復帰早々あれですね、景気がいいっすね。まさか泥棒できると。ただ別に泥棒できたからといってそんなにね有利になるアイテムないんですよね。泥棒覚えれる、覚えれねえや。泥棒なんかできるたちじゃねえもんこいつ。じゃ HP13 しかないからさ、13歩歩いたら死ぬんだけど。でもスタミナリボン装備するわけにもいかねえ、一撃で死ぬもんだって。隠れも経験値2とかだよ確か、1か2全然もらえないはず。無理なんだけども、でも死ぬのを待つだけなんだけど、リンゴ落ちててほしいな。いや経験値も足りねえし、 ありがてえ音声認識システムですよこれが。いやこれあしらい外すわけにいかねえしな。スタミナ装備して安定したらスタミナリボン装備できる。きたー、これエアムドまで取っときたいけど、そんなことも言ってられないし、電気技を覚えればエアムド狩りはできるはずだから。一応でかいっすねこのゴロン主。あしらいは外せねえやつ、これもう本当にこっから俺は上り詰めていく、この世界の王になる。 P は殴って殺せるよね。はい、お腹減っちゃうんだよね、甘える跳ね返してもね。よし、何気にこいつ浮いてる。あ、水の上歩けるんだ、もったいねえけど19ダメージもらってる技を。はぁ鬼か。鬼かお前は。おる、いやちょっと拾ってねえから解禁するわけにはいかねえな。あの名を解禁するわけにはいかねえ、拾えてねえからな。拾えてたら俺はあの果実の名前を栄称していたが、拾えてないから。ああ、ちょっとこれ後手ジタバタ戦法使わないとダメだわ。いやあ、鳥貴族、いやこいつにないっしょあしらい。あ、ただお腹が減りすぎてもうあしらえねえなこれな。うわあ、じゃあどうしよう、でもここでやられるわけにいかねえしな。おリンゴ食べます。あ、てか寝たらあしらえねえ。 ありがとうございました今までご視聴。寝たらあしらえねえ。くそ、今のは俺の知識不足です完全に、うん、いや知識というかちょっと完全に忘れてました、うん、寝てたらあしらえません、そして歌うはあしらえません。歌うはあしらえないし、うん、まあ飽きないんですよ神回だって終わるときは切なさあるんですよ。でも完全に今のは僕のミスです、うん、さっさとゴロン主投げて対処すべきでしたやつは。今のは俺が悪い。全責任を負う。声量はある。